江崎古墳は、岡山県総社市場里無江崎にある古墳。形状は、前方後円墳。岡山県指定史跡に指定されている。1984年に、岡山大学の近藤義郎らによって、発掘調査され、巨石を用いた横穴式石室と内部にあった、家型石棺が、明らかにされ、バグ、武器など、多数の遺物が出土している。 山麓の傾斜地に築造された前方公園墳で前方部を上に公園部を下方に主軸を南北に向けて築造されている。二段築成で全長45メートル、公園部計約32メートル、前方部全面幅25メートル、前方部高さ1.2メートル、公園部高さ5.2メートルを測る。古墳の公園部北半から前方部にかけて、 幅3.0から5.8メートル、深さ0.8から1.6メートルの周光が認められる。埴輪は前方部、首部、後円部から少量出土しているが、破片数が著しく少ないので、ごく部分的、あるいはごくまばらに樹立されたと考えられる。筒藤埴輪、朝顔形埴輪、継承埴輪が認められ、末室のものは1点のみ検出されている。 石室開口部石室原室中央に家型石棺石室は公園部のやや南寄りに位置し、ほぼ西に開口する自然石を用いた両袖式の横穴式石室である。側壁は大行の花崗岩を2段、内紙3段に積み、隙間に小型の石を充填したもので、奥壁は花崗岩の一枚の巨石からなる。天井石は玄門部から 沿道部にかけての3枚を除き早くに失われており、調査当時、石室内には土砂が充満していた。石室の全長は13.8メートル、原質長6.6メートル、原質幅は奥壁で2.6メートル、周部で2.3メートル、原質庫は奥壁部で2.9メートル、現存する天井石まで2.66メートルである。 沿道部は1.7メートル、沿道部高は2.5メートル、原門部は低くなり、高さ1.9メートルを測る。原室の床面積は16平方メートルで、コウモリツカ古墳の床面積のおよそ60%で、ある。石室のほぼ中央で右側壁に近接して、栗抜き式の家型石棺が置かれていた。双部の長辺に、角に、 短ペに各位置の縄掛け突起がついている。縄掛け突起は、蓋の傾斜面につき、小さく扁平で、実用機能を持たない。蓋部の南東隅はちょうど人が入り込めるほどに、破壊され、洞窟を物語っている。棺は、上円の長辺238センチ、胴短ペン231センチ、規定の長辺238センチ、 同短片1 2 5ンチ、高さ6 8チ、くり抜きの深さ4 6ンチである。蓋は、長辺2 5 1センチ、短片1 4 3ンチ、高さ4 3チ、くり抜きの深さ1 6ンチで、長辺、短辺とも中央が、わずかに膨らんでいる。石材は、貝殻石灰岩でコウモリ塚古墳の石棺と同じである。 石関内には2体の遺骸があり、洞窟による格乱で原位置を著しく乱されて、いたが一体は、少年男性と推定され、20代後半から30歳にかかる年齢と判断される。身長はほぼ156から157センチと考えられる。他の一体は、少年女性と推定され、歯の摩耗が男性人骨に比べて進んでいることから30歳。 大公犯から40歳に近い年齢と判断される。身長は男性とほぼ同じと考えられる。副葬品は館内からバグ色金具30点、渦の破片と推定されるもの1点、トース金管1体、ガラス小玉約110点、末液商品などが出土した。バグ類は本来館外にあったものが洞窟時に、石室内に、 すでに流入していた土砂を石棺内に移した時に混入したものと推察される。石棺の蓋の上では鏡板位置、引き手位置が発見されており、洞窟時に遺棄されたものと考えられる。石室内からは銅鏡耳は、鉄刀、鉄属、通す、靴は、渦、辻金具、飾り金具、水器、弾きなどが出土している。銅鏡は、 計14.1センチの獣型鏡である。鉄塔は石管内と合わせて5点出土している。鉄属は石室床面から131点、石管内からも1点出土している。通すは石室床面から2点、石管内から2点出土している。靴輪は鉄製で十字型の装飾を持つ鉄地混同張り鏡板を伴う。は 計7から7.5センチの鉄製の座金に、鉄製の具を付けたものであり、4箇所に秒を打っている。渦は、鉄地コンドー針で八脚を持ち、平面型が八角形を呈する。筋金具は、渦とよく似た構造であるが、四つ足しかない。石棺内などから出土した、飾り金具は鉄地針のものと、銀針のものがあり、いずれも革帯につけて用いられたものと思われる。 同じく石棺内から出土したガラス玉は青色と茶色の2種類あり、直径4から5ミリである。末期は原質床面から約80点出土しており、月、高月、有害高月、破損、底平、大付け首壺、広口壺、木台がある。土器類では他に、はきの壺、高月、亀、小型、 が出土している。出土した、水期の年代は6世紀後半から7世紀初頭が推定され、コウモリ塚古墳より少し遅れた時期にこの古墳が築造されたことを示しているようである。また、真相を示す水期が奥壁部に集中することから、水槽が行われたことを想定させる。なお、石室内からは、平安時代後期に属する実緑陶器、 内面黒色土器などが出土し、掃除墓からは下層骨が発見されており、平安時代に横穴式石室が埋葬に再利用されていたようで、ある。ありがとうございます。